それぞれのところで、まあ、細かく説明していこうかなと思います。
だけど、この間接照明にこう入って、周りが明るくなって、灯がこう入ることによって、この透明感がさらに反射で、さらに反射と、この屈折だから、ほら、このオレンジの部分が、この緑の部分がこっちに影響してるじゃないですか。それをある程度、その CG のソフト側の中で計算してくれるようになったんですよ。これで劇的にリアリティ、リアリティ、いわゆるこれグローバルイルミネーションって言って、これここの部分とかもオレンジになってるんですよ。この真っ白いこの明かりっぽいのがここに当たって、中のシェーダーにこう入ってくるんですよ。これもちゃんと反射で入ってくる。反射感覚って多分入るんですよ。この間接照明っていうのがこの周りの明るさにこう影響して、白い部分が入ってくる。解説してもらえると分かりますね。ボタンがいっぱいある。直接照明、間接。光がこう入ってくるじゃないですか。はい、その瞬間にこう、レイって呼ばれると、その光のパワーってすごい拡散するんですよ。わーって拡散して、で、これを明るくして。Translate this question, what color is this pixel, into math. This equation is called the rendering equation. It's a mathematical description of how light bounces around in the environment. So, Wi-Fi 6. Ah, Wi-Fi 6. Router is cheap. Most of them are calling it. Yeah, okay. Because I don't really...Maybe I don't want そう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 、あの集団何やばいやばい宗教団体ですね。じゃあ、はい、乾杯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 百貨とちゃんと顔認識してる。なんかめっちゃ赤いですけど。それをこういうもの？でも 6000K ですよ。だからやっぱキャノンでこのくらい赤くなるんですよ。キャノンの色味すごいんですよ。まだ日本にいるとするっていうか全然いない。アメリカ行くとき金貸してくれたら重ねたりするよ。金貸せ？全然色味が違う。なんでいい年越
すごい重い。全然違う。そんなに赤くならない。なんで、そしてこのカフになってる状態からロムロにコペを抜いて、すごいな。メモが書いてます。だから、ボタンポジって多分、このなんか連携がもう寂しすぎて、これでポジションになって、たまってない。たまってない。で、なんか赤色だよ。やっぱ赤色だよ。赤色だよ。赤いに暇だったから、赤くしてる。あとはこれは全然ギャラクシーの機能じゃないんですけど、多分アンドロイドが最近めちゃくちゃ進化したのが音声入力。はい。これ音声入力ってずっと僕も前から言ったんですけど、今までってこれ押すとここに画面に変なレコードボタン、この画面が一回消えるじゃないですか。最近アンドロイドはこのまんま音声入力なんです。オリンパみたいなそのまんま音声入力。しかも精度がね半端じゃないんですよ。今ちょっとギャラクシーノート10プラスの音声入力を実験をしてますが、リアルタイムでどのくらい聞こえるんでしょうか。大丈夫ですよ。完璧なんですよ。ここにもキーボード出てるから、今見せたやつをここでもう変えれるじゃないですか。でもこれ iPhone で今できないから、僕も音声入力の方が絶対早いんで。こんなうるさい中でスズルドンに音声で給湯する練習をしていますが、皆さんどうでしょうか。多分何がしてるけど、これブルドンとかなってもここで、今までだったらここ切り替えてやらなきゃいけなかったんですけど、もう動いてるんでブルーとかなしでこれ直せるんです。すごい、これがもうね完璧すぎて、しかも速くないですか。あとね、なんかマイクがね、ボイスメモとかもすごく、音はあんまり良くないんですけど、サムソンのボイスレコーダーで標準とインタビューとあのテキスト変換で、インタビューって何するかって、でも今このマイクとこのマイクを使って録音する。で、これでこうやって対談するじゃないですか。あれ僕が喋ると今明らかにこっちが強いけどこっち弱いじゃないですか。ちゃんとノイズキャンセルで喋ってる方を意識して僕の音声こっち行くんですよ。で喋ってみたいです。今これがマイクの音声、明らかにこっちが減るじゃないですか。こうやってなんかもうリアルタイムに音を認識して、お互い先まで喋ればポッドキャストで使える音ではないんですけど、また録音するときになんかメモ取るとか、こっちで音がメインだと思ったらこっちのマイクが出て、こっちのマイクが出て、変えないけど、で後で聞いてみると完全にこっちの音キャンセルしてた。ピクサーイメージコンピューターってみんな知ってます？知ってる人いるんだ。コンピューター歴史博物館みたいな。あれ売れなかったんですよね。そう、ピクサーはもともとイオン機器の、ハイエンドのコンピューターを作る会社だったんです。それをジョブズが買収し自分の会社にして、でそこからアニメーションの会社に関係があるんです。そういう歴史もあっていながら、ちょっとエドキャットブルがセクハラで会社を辞めるためになって、それはアルビー・レイスミスはあの、初期の社長だったんですけれども、スティーブ・ジョブズとコンフリクトして会社を辞めざるを得なくなった。松尾さん、締めよう。はい、今聞きたいって語りたいんで、いや、メイキング・オブ・ピクサーっていう本があるんで、そこに全部書かれてるんですよ。そうそう、本当は冒頭で語った方が良かったよね。歌ってる場合ではない。ちなみに僕は最初 の社長だったアルビー・レイ・スミスのインタビューをやったことがあります。
じゃあ、その話は急にドヤを急にドヤをじゃあ、締めようじゃあ、締めようということで、早く終わり、ビッグサーテン、いつも皆さんもいつものいつものあ、いつものこれ、指が出ますじゃあ、せーのありがとうございました。